朝ごはんの話ありがとう。ね、梨大好きよ、ルイ。でもルイはね、目がね、学校でピアニカの練習してたらね、ルイがね、ばあちゃんの道具のさ、引き出しのとこをぶち開けてさ、でさ、ルイがお屋敷行くとこだった。あと目、これできる？せーの、で。ルイにも一個あげて、ボール交代でやって。ボールやって。投げてごらん。せーの。はいはい、もっとくっつけて。せーの。もうくっついたー。じゃあ梨食べる人。